に来た人は1000円引き。ああ、めっちゃですね。はい、紹介 した人が500円、された方が、まあ、逆紹介した人は1000円でし、された人は500円。あ、された人は500円。はい。なるほど。で、それにあの QR コードを貼って、あ、QR コードね、予約で、ここから予約できますみたいな。はいはいはい。か、あ、なるほど。これ500円とか1000円、結構招待された方もしたら得、ウィンウィンの感じで、でそれ作ってあの新刊で来られた時に、はい、診察券と一緒に渡すんです。はい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 。それを使っての紹介がないんです。紹介をしてくれるんです。あ、それを使わないの。使わないんです。使われてます。あ、使われてます。だから紹介してくれるあるのに、なんでそのカード、だからそのカードもあるんですね。特典はなしで。特典は、ただ紹介してくれる。そうなんですか。特典つかないんですか。それ持ってきてない。でも、つけた方がいい。紹介カードを見せてるから、意識残ってて紹介してくれるパターンあるじゃないですか。うちどっちかって言ったら、もう紹介カードはもう告知みたいな、チラシみたいなもんで、でも紹介してくれたら、本人たちが忘れてても、もうキャンペーン適用さすわみたいな。で紹介って結構、リピートほぼほぼ取れるじゃないですか。回数券とか一発目に買ってくれるし、その紹介してくれた人と同じやつでっていう人多いじゃないですか。だから絶対もっと取れるから。あ、もうカード持ってきてなくても、もう全然あの割引してあげるってこと。あ、なるほどな。はいはいはい。そうなんだ。もったいない。そうですかね。なかったらないね。やっぱりルールだから、ちょっと割引対象外ですっていうのがまあまあルールだけどもってことですね、東山さん。難しいな。僕はこれ持ってきてもらったら紹介のこのキャンペーン行けるんですけど、うん、何々さんの紹介なんでって言ってやるようにしてる。どう、あ、新たなプランをちょっと。新たなプラン。あ、紹介で。あ、でも悩む、うちもね。うん、カードを悩みましたね。それはカードを持ってきてからその一応ルールではそう、うちも決めて、ご紹介者からされた方には特典つけるってルールはあるものの、そうですね。で、そのカードを持ってきてもらったらそれを適用するっていう、うんうん、うちの場合そうですね、うん、まあ、今やったら紹介した人された人両方とも1000円引きで、うん、はい、あ、落ちてるね、やってるんですけど、はい、確かに。もう、そう、柔軟に対応した方がいいのか、いい場合もあるんですよね、これが。一番これやり始めた時に、うん、あ、その前は別にその特典とかつけてなくて、あ、ただ紹介してくださいみたいな。そうです、そうです。で、別にそんな考えなくてもよかったんですけど、まあ、ちょっとこの特典をつけてみてどうかっていうのが、今はそれをやってるんですけど、うん、やり始めた頃はもう、そのルールを決めてたので、そこで一回ちょっと揉めたことあったんですよ。受付と、まあちょっとややこしいかな。確かに確かに確かに、受付さんと治療の先生が分かれてたら、いや、紹介カードがあるから、まあ、サービスっていうかできるし、そうね、その柔軟でして院長が言うてるルールやから、そうですね、なかったら無理やしみたいな。はい、受付もまあ正しいこと言ってるし、患者さんも、まあ、ほんまたまたま忘れてしまったとかね、例えば、うん、でね、そこを柔軟に最初対応できないときにちょっとトラブったことはありましたけど、今は最近は全然ないですけど。あ、もう持ってきてくれるんですか。はい、持ってきてくれるし、実際そうですね、そのまま持ってきてくれへんか、まあ、紹介、何々さんの紹介できたっていうと、まあ、別にそれで特典をしなくても別にそれは問題はなかった。ああ、そうなんですか。あ、いや、今問題ではないんですか。紹介で、さらになんか500円引きにならないんですっていうパターンですね。もう何もだから今は言ってない。あ、言ってないよ。あ、では普通のこれなしで。だからの、問診票のところに、どういう経緯で来られますかっていうところに、まあ、誰々さんの紹介っていう欄があるんで、はいはい、まあ、そこに誰々さんが書くじゃないですか。はいはい、私たちはだから誰々さんの紹介なんやっていう認識があるんですけど、そこで止まっちゃって、あ、なんか後で、まあ、ないですけど、そんなことちょっと
後で知った時になんかえってなりそうな気がするのと、あともう一個その多分本質的な意味で言うと、紹介カードを持ってきてくれないと紹介の特典つきませんっていうこっちの意識やと思うんですよ。だからそれによって紹介カードをちゃんと説明するからっていう意味があるんちゃうかな。別に、まあ、だから逆にやる上ではないと特典つきませんっていう意識ではいいと思うんですけど、あとはまあここの判断でいいかな。臨機応変ある程度臨機応変さは絶対大事だ。田中さんの紹介が次田中さんの紹介なんで、まあ、割引させていただきます、本来ならいるんですけどねみたいな感じになるっていう方は、そう、こっちの意識の問題のレベルの話かな。すごい、僕もその紹介って書いていただくけど、割引とかサービスっていうのも全然つけてなくて、ありがとうございますで終わっちゃってる自分がすごい心が痛いです。そうやってしてくださるっていうことがやっぱり敬意払われてたんですね。思いました。特典を受けたい方は必ずこれを持参くださいとかって分かるようになるんで、逆に東先生とか中川さんが来ている方は別にもう紹介欄にこんなにええねんっていう方かもしれないですよね。逆に、あ、なるほど、まあ、そういう人は絶対いないから、だから難しいですよね。だからその紹介してくれる人が結構なんか今はもう治ってて来てない人とか、あ、そうそうそう、ね、多いんですよ。まあ、渡した人に割引すぐにできない。そうやそうやね。だから渡す人の感覚が言うたら別にその割引とか別に何年っていうけど、紹介された人は割引欲しいタイプの人間かもしれない。で、まずその人にも紹介カード渡すってことは、あ、こんなんあったんやって思ったりする人もいる。なるほどなるほど。深いしたらね。だから私紹介してもらったら何々さんこれもらってたんやみたいなね、うん、でも思う人はおるかもかもしれない、なるほど、難しいですね、うん、ね、そうやったら紹介された人は紹介カードを持ってなくても1000円引きにあった方がいい、まあそっちの方がお客さんにとってはいいっちゃいいでしょうね、そういう特典なんでみたいな、うん、特典があったんですよっていうことをその時初めて伝えて、はいはい、でカードも渡してそっちの方がのいちのち集客とかにつながって、うん、でトラブルも全員やってたら少なくはなるんで、あの今みたいに治った方の紹介で来たら、僕治った方来てなかったら手紙で紹介してくださいありがとうございましたみたいな感じで、あの紹介 してくださった方にはこの特典でっていう、ハガキのところに紹介してくださったんで、その1000円分オフのなんかクーポンみたいなのを買ってつけて渡しました。そならまた来てくれる、まだ来てくれるんで、はい、いつもありがとう、こくん、私たちの気持ちですみたいな感じで、1000円オフチケットをつけて送るっていう、そしたら、それでもね、ちょっと LINE が離れてたら、また来ようかなっていう気になってくれたら、きっかけにもなるからっていう感じは僕、それはしますね。僕、お客様の時は、着信ないのに着信ありましたけどとか電話しましたけど、最悪でしょ、騙して電話してないですけどっていう、あ、そうで、あ、そうですか、すいません、勘違いしました、で、どうですかとか言うのを言うのを言うてやれない昔、昔、本当昔ね、恐ろしいですね、恐ろしいぐらい発生しました、昔は。でも、そういうお手紙とかで配慮するっていう気持ちっていうのはめっちゃ大事かもしれない。多分ね、その方がいいと思います。紹介カード自体は、もう単純にその特典とかつけずに、でそのお礼を言う、お礼で、これ実際自分のところでデータ取った感じで言うと、前は別に何もつけてなくて、渡すだけだったんですけど、今回両方1000円の特典をつけてるんですけど、はい、数は変わらないですよ、紹介の。おなんか管理の手間、まあ手間ってあるんですけど、その両方につくから、紹介された人がいつ来るか分からんときに、それをまだ使ってるか使ってないのかも一応管理もしないといけないし、そういうなんかその実際持ってきてなくてもね、適用になるのかとか、そういうの細かいことを考えると、いつなくてもいいかな。だから来た来ましたって後にお手紙で、そっちの方がくださったありがとうみたいな、その方がシンプルにそのここがよくいいと思ってくれて大切な人を紹介してくださ
そうかそうか。だから、まあ、これプライスがあるから障害しないする関係ないというデータなんで、まあ、そうですね、あの一緒ぐらいだったらむしろ、うん、なくてもいいのかなとか、そういう煩わしさとか、はい、でもいいことを感謝の気持ちをね、うん、感謝の気持ちをそういうふうに表したいというだけなんやけど、そのトラブルだったりとか、はい、こういう場合どうしようとか、まあ、逆にそうかもしれないですね。いやもう手紙でありがとうございましたって接種率を上げるためのあの、ありがとうの感謝で1000円つけた方が、この方が、まあ、綺麗綺麗かもしれないですね。あの、障害者が1000円、障害された方も500円ですって言ったら、なんかそのお客さんをくるぶらないみたいな心理も働いちゃうから、あの、いいかもしれないです。それでね、得点つけた方が、あーって、障害数上がるんやったら、そのままでいいかなと思うんですけど、あんま変わらんか。障害、加藤先生はオール高いですよね。あ、でも、一緒です、感覚的に。うちが無料しているのは消化しやすいように見てるだけなんで、うん、あのお試しだったら言いやすいじゃないですか。あ、消化する人がこの人に消化するときに、うん、1000円とかムーンとか途中途半端より無料だから失敗してもいいじゃないですか。だからこのリスクで出ちゃうからね。そうそう、だからあの紹介するときに、まあ、お試しで来てもらいやすいようにうちは無料で1回やってるから、うん、あのそういう人がいたら紹介してねっていう。だからその時にあの紹介した人に特典があることは僕言ってない。で来た時にあのメールで送るんですけど、紹介してくれた人、もともとお客さんだから電話番号も知ってるから、ショートメールで何々さんが来てこういう症状でしたから安心して任せてくださいっていう。はい、で特典あの紹介特典であの1回サービスするのでまた来てくださいねっていうのが送るんです。だから。はじめにも載ってないです、紹介カードのところに、オファーは紹介された人に無料っていうのが書いてあるけど、紹介した人の特典は書いてないんですよ。それは、でも結局、紹介する人って特典が欲しくては言わないので、むしろ、お金で紹介するのは嫌な人の方が多いから、売る的な。売る感じが、まあ、がついてる人もいるから、お金欲しいから紹介する人もいるとは思うんですけど、そういう人って多分少ないと思うん でほとんど紹介に来る人って特定のこと知らないんですよね、無料っていうのは。なるほどな。で、今日サービスですよって言ったら、本当なんですかっていう、まあ、嘘か本当か分かんないんですけど、ほぼほぼ言うかな、そういうことは。確かにそうよね。確かに、そうなんですかって言われてね。そう、その方が嬉しい。だから、つけてもつけなくても本当一緒だと思うんですけど、うん、ただ、患者さんに紹介してもらいやすいようにいうときに懲役を下げる意味合いで、その紹介、あくまで紹介カードなんで、特典クーポン券じゃないじゃんね。皆さんの考えるとクーポン券の意味で渡してるから持ってこないとどうこうとかって話になる。お金の話じゃない。なくて紹介カードだから紹介しやすい、紹介の告知用だから、あろうがなかろうが。ここまでだとチラシと一緒ですね。チラシ感覚というか。でも向こう言葉で言いにくいじゃないですか。紹介するときに、あ、こういうところあるよって渡しやすいただの告知カードだから、そこに特典があろうがなかろうが、あの、いいけど、特典があった方が、これ渡しやすいよねっていう意味合いでの特典なんで、で、まあ、もしその紹介したときに、こっちにも多少見返りがあったら、まあ、ちょっと嬉しいねっていうぐらいの感じで僕はいいのかなと思って、うん、だから商売カードのそのお金運用よりも、あとのその、ありがとうの感謝の方が綺麗ですし、そしたらもしかしたらそのカードが人をいろんな経由で渡るかもしれないじゃない、はい、それはそれで適用してあげればいいじゃん、うんうん、紹介カードだから、まあ、クーポンじゃないよってことね。そうそう、まだそれが1枚しか持ってないから、うん、あの誰々紹介できませんでしたっていうことじゃなくて、これ見せて何人でも来てもらえばいいじゃん、うん、で、何々さんの紹介名前だけ言ってくれれば、うちはいいよって言うんだけど、なるほど、なるほど、うん、あの別にカードの方がなかろうが紹介カードだから、それが口づてなのか、形なのかの違いだけなんで、確かにと僕は思って、たまたまうちはウィンウィン意味合いで、まあ、無料で紹介したか、まあなたも紹介してくれた人も無料で一回やった方が、あのお金に差がなくなるから、で無料で来ても、まあ、続ける人だともそこで回数券買ってくるので、1回目は無料だけど前金でも回数券売れるから、基本的にはその日に無料ってわけじゃないので、なるほどね、すごい。あと僕は
店オフ。で、紹介両方2000円オフですよ。紹介した方も2000円オフなんですけど、2000円オフか2160円の炭酸スプレーどっちか選んでもらう。160円だけやけど炭酸スプレーの方が得やでって言うと、はい、その結構みんな炭酸スプレーじゃん。いつも買う人は炭酸スプレーちょうだいって言うし、気になってたけど2000円どうしようかなっていう人もそのタイミングで炭酸スプレー買って、そこからこう定期購入してくれるようになるんで、お前だからほんまに加藤先生のように、インの告知のためで来た人に炭酸スプレーの告知のためにやってるようになった。なるほど、いいですね。そう、確かに。ええ話。なんかあるんですか。どうぞ。らしいです。そのなんかテンプレート的なの。多少テンプレート。基本的に作って。何でもいいんですよ。紹介カードって。何でもいい。何の形について。じゃあ僕は中立なの。単純に紹介カード、店の電話番号と住所と誰がやってるかと紹介カードですよってのが分かっとれば、こうそのアイマが書いてあろうが、その裏にメニューが書いてあろうが、何でも僕はいいのかなと思います。ちょっと前にフェイスブックページ載せてくれてありましたよ、紹介カード。そうなの、ちょっと何くれたらね、早速バーとバレちゃう。そうそう、僕は顔写真がね、顔なんですかって僕はちょっと書いたやつですよ。あ、そうですね、やりましたね。ディスられたんですよ。そうです、ディスりましたよ。そう。あの会員当初にね、妻が僕の似顔絵を作ってくれたんですよ、パソコンで。だからそれをそのままずっと使ってるだけなんですけど。ごめん、ちょっと聞いてなかった。別に物じゃなくても、別にリンクとかでもいいわけ、まあ、LINE とかメールとかで、これコピーして。ただ、ね、まあ、それが皆さんその携帯書いてれば、一緒に電子カードでも一緒ですけど、何でも本当にいいと思うんですよ、それも。人のタイプによってさ、持つんが嫌っていう人もおるやろうし、一番大事なのは、ちゃんと紹介してくださいって、ちゃんと伝えれてるかでやと思うんですよ。別にカードとかっていうのは、それを自分たちの仕組みとして強化するツールでしかないんで、こういう悩みの人がおったら、ぜひ私が紹介してくれたら力になりますっていうのを伝えれてるかどうかのチェックポイントだと思うんですよ、逆に。こっちのチェック。みたいな感じがあるんかな。伝わってるかっていう。全く言わないんで。伝わってないもんね。伝えてる。でも紹介してくれるの。そうですね。でだんで新田先生の話聞いてから紹介カードみんなに渡すように。前までは置いてるだけなんですよ。月1枚ぐらいしか減らへんけど気にしなかったんですけど、やっぱ新田プロの真似した方がいい。両方やった感じはやっぱりもう本当に伝え方だけなんかな。紹介カードも紹介するかどうかだけで、どういうふうに紹介をしたらいいかというヒントを伝授するというか、最後にこういう症状でね、あ、書いてましたね、腰痛肩こりの方でよくありそうな症状を全部並べて、並べてましたね、身の回りに。やっぱり人以外です、ね、告知というかチラシの集客の要素のイメージが強いですね。私この紹介ぜひ参考にしていただければと思います。いい話ですね。すごいですね。すごい。あ、すごいですね。まだ電話かかってくるじゃないですか。作ってーな。さっき言ったら。ちょっと今紹介のお話も出たんですけど、他は何かちょっとこう近況とか悩みとかあったらお話聞きますけど、なければこの僕のチラシである、チラシのこれをちょっと今から皆さんでやりたいんですけど、よろしいでしょうか。はい、加藤君。だから遺伝するんですけど、まあ、区画整理も含めてね。もうそろそろ6月には出なきゃいけないので、なるほど。5月が関西行きます。関西行きます。朝起きた。で、不動産をのね、とちょっと回らないかんかなと思うんですけど、どれぐらい前に顔を売りに行くのがいいのか。不動産ですか。そうそう。こちらフォーマープロですよ。前はね、もう知り合いの人にそのまま借りれちゃったから、そういうことやってないんですよ。で、もともとその
場所どこでもいいなと思ってスタートしてたからスタートの時は。ああ、そうですね。うん、で今みたいな、今みたいでしょ、引くでしょ。いや、まあ、すげえなと思そう。で、そこで集客できるような、どこやってもいいかなと思ってやったんだけど、まあ、今回はどうせなら、まあ、いいところっていうか、まあ、どこでもいいんですけど、まあ、なるべく家賃安く、まあ、ある設備があればいいかなみたいな感覚なんだけど、いい物件を見つけるにはどれぐらいの不動産屋さんに顔を通したらいいのかとか、どれぐらい前から、うちの場合特にその市から予算が下りるんで、移転費用とか、だから、まあ、移動、区画整備を移動しなきゃいけないから、その分の、まあ、一応見積もりをいくらかもらえるようになってるんですけど、そうそう、ただその場合、この期間の間に出て出て出ないと予算が下りないんですよ、うん、そうすると、いい物件が出たからそこに来るとは限らないじゃないですか。で、いい物件が出た時に移っちゃうと予算下りないんですよ、僕が勝手に出ただけになっちゃうから。だからこの今で言うと6月いっぱいで契約が済んで、後がお金が入ってくるんですけど、そこでも契約にならないといけないね、物件としては。あ、それね、区画整備の話。そうそう、不動産に行くタイミングと、タイミングと、あと、まあ、ね、何ヶ月もそうやって保留ってしてくれないと思うんですよ、物件で、ね、なかなか一つとしてね、うん、まずその区画整備の担当者でしょ、はいはい、交渉人、その人にぶつけてる。あ、そうそうそう、それ見よう、そう、それその人にね、うん、よっしゃ、分かったですよ、できるだけどこお宅の知り合いから紹介してくれるやつが一番条件です。それ市の担当の人に、そうそうそう、担当に言うので分からんから、うん、そこから紹介してくれる、うん、そこで紐つけるんです。いやね、なんか僕もそういう話ちょっとしたんですよ、見積もりの話で、うん、そうするとそのいつ契約をするかとか、なんかそういうのをちょっと濁された感じですよ。それはすごいね。とにかく、うん、あんまり早く起きたら、余計ご予定出ないし、うん、とことん行ったらやられるし、この、区画整理とかいるときはね、そのタイミングがもっと難しい。僕も若いときにそれで要素ことがあるんですよ。地下に行ってたねとか、喧嘩入れたねとか。でもその辺のとこはね、結局その紐をつけてずっと行くと、いつでも文句言えるし。それは何、市のなんかその担当者がしてる不動産会社を紹介してもらうとか。そんな関係ないです。